きても君のちょっとで答えは変わるの。それだけ誰かの想いは強いからきっとね明日を作るの。僕らが今歩いてる知らない道は誰かが作ろうとしてできたものじゃないから、もし君の求めるものがなかったとしても月の今日は君の手で飾り付けるんだ。どんな完璧なスケジュールを組んでも君のちょっとで5分後は変わる。それだけ誰かの未来は弱いからきっとね明日ができるよ。僕らが今歩いてる知らない道は誰かが作ろうとしてできたものじゃないから、もし君の求めるものがなかったとしても月の今日は君の手で飾り付けるんだ。遅くても君のその声が誰かに必要なんだって気づいて、僕らが今歩いてる知らない道は誰かが作ろうとしてできたものじゃないから、もし君の求めるものがなかったとしても月の今日は君の手で飾り付けるんだ。